Kagoshima Ben no Chikara。 はい、どうもやっとさ、今回はですね、ちょっとというかかなりすごい雑学を紹介していきます。結構すごいですよ、ブランドにですよ、興味のない人でもルイ・ヴィトンの名前は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。様々な装飾品などで超一流高級ブランドとして有名です。で、ちょっと中がだいぶ前になりますかね、アムロナミエさんですね、あの時代にアムラーとか、それぐらいの時代かなと思うんですけど、若い女性たちがワンポイントのファッションとしてヴィトンのバッグを持ってたりもしました。さすがに今は見らんごなったですけどね、見なくなりましたけど、まあ日本人にとってヴィトンっていうのは高級だけど、シャネルですとかカルティエなんかと比べると割と身近に感じることができるブランドだと思います。でですね、実は鹿児島とルイ・ヴィトンの間には有名なつながりがあるのを知っちょやっけな。知っていますか？それはですね、薩摩藩島津家の家紋丸に十の字とのつながりです。もちろんですね、丸に十の字は鹿児島県民にとって誇り高き紋章ですよね。これほど愛着のあるマークはないと言ってもいいほどです。鹿児島市のマークですとか、サッカーですね、鹿児島ユナイテッド FC のマークも丸に十の字をモチーフにしていますし、高校野球の甲子園ですとか高校サッカーもですね、まあ、こういったスポーツの応援では丸十を掲げるのが薩摩鹿児島の伝統です。まあ、めちゃくちゃ強そうでかっこいいですもんね。でですね、ちょっと思い出してください。ルイ・ヴィトンのモノグラムですね、あのデザイン、あれに丸の中に星印の書かれた模様があるんですよね。で、これがなんとですね、島津の家紋丸に十の字をモチーフにしてるんですよ。で、時は1867年、日本は江戸時代です。パリの万国博覧会にまで遡ります。このパリ万博は世界42カ国が参加して、会期中はなんと1500万人が来場しました。日本が初めて参加した万国博覧会としても有名です。で、ここで薩摩藩は日本を代表して薩摩焼きを出展したんですよ。そしてですね、この中で白薩摩ですね、いわゆる白門と呼ばれますけれども、これがですね、特にフランスの人々に大絶賛されました。で、この白薩摩は白地に赤ですとか青、緑、金などに彩られた豪華絢爛な絵が施されています。これ以降ですね、薩摩焼きはローマ字の薩摩の名で知れ渡るようになります。で、特に白薩摩がですね、海外に多く輸出されて、薩摩藩の重要な資金源にもなっていきました。で、またフランスではですね、ジャポニズムとして日本画のようなデザインで鳥や植物を描くのがおしゃれとなったんですね。で、薩摩焼きの影響を受けた陶器が大流行したということです。でですね、この薩摩焼きに強いインスピレーションを得たのがルイ・ヴィトンだったんですね。で、このパリ万博では至る所で島津の紋章の丸十が記されていました。で、ルイ・ヴィトンの関係者がですね、この島津家の家紋を見てですね、まあ、一目惚れですね、大変見惚れてしまって、ですね、島津家の家紋の入った品々がそこら中にあるの で、 でそれを参考にして新たなデザインモノグラムが考案されたというふうにですね、言われています。で、ヴィトンはですね、この1867年のパリ万国博覧会で銅賞を受賞したんですけれども、薩摩に影響を受けた後のですね、後の1889年ですね、ここのパリ万博でですね、金賞を受賞しました。で、これ以降ですね、世界的な知名度を得て現在に至るまでですね、トップブランドとして愛好者が増えていきました。今やルイ・ヴィトンといえば世界的高級ブランドということで、まあ、誰もが知っているブランドになったというわけです。で、さらにですね、このパリ万博なんですけれども、日本の歴史として見ても興味深い話があるということで紹介していきます。この時ですね、薩摩藩は日本薩摩琉球国政府として幕府とはですね、別の展示を実は行っていました。日本国を代表して薩摩琉球国勲章中独自の勲章まで作成していました。幕府とは別の独立国の政府であるということを国際社会に訴えようとして、その戦略の一環として勲章の制作、そして贈呈が行われたんですね。
で、各国の高官ですとか外交官が一堂に会するこの万博ですので、薩摩はですね、いろんな工作活動ですね、もちろんしていました。外交合戦の場でもあったと言われています。で、幕府はですもちろんいたわけなんですよね。この時日本を代表するのは幕府なんですけども、薩摩は幕府に先駆けてですね、かなり早い時期からパリで諜報活動ですとかロビー活動を行っていました。いわゆる、戦国時代でいう調略ですよね。まあこの辺りは薩摩のお家芸ですので、極めつけとしてはですね、このフランス万博で日本国を代表した勲章を制作したということでですね、薩摩はですね、なんとこれをナポレオン3世にまで贈呈しています。でもちろんですよ、幕府は薩摩藩に強く抗議しましたけれども、薩摩が言うことを聞くはずありませんよね。ないがちでですね、幕府もあるがないいうかというような感じだったそうです。で、当然幕府の抗議なんていうのは無視したわけです。で、この万博で薩摩焼きがフランス人そして世界の人々に絶大な好評を得たということは、国際社会において日本ちゅえば薩摩、薩摩ちゅえば日本という印象を強く深めました。で、さあこのヴィトンと薩摩のつながりにはさらに面白いエピソードがありますので、さらに紹介していきます。なんとですね、あの島津成明公ですよ、島津成明ですね、日本人初のルイ・ヴィトンの愛好者であったということです。成明公はですね、言わずと知れた当時日本で随一の聡明な藩主と言われた方です。西郷隆盛を見出し教育したことでも知られます。日本で初めて写真を撮られた人物としても有名です。眉目秀麗でその佇まいだけでですね、他藩の藩主も一目を置いたと言われるほど存在感がありました。で、ここでルイ・ヴィトンなんですけども、ルイ・ヴィトンは1854年フランスのパリで店を開いています。まずはですね、トランクの販売から、開始してるんですね。で、成明公はその4年後の1858年に急死をしています。謎のですとかそういったことを言われるぐらい急死、だったんですけども、ですのでその期間は4年ぐらいしかなくて、ほとんど接点はなさそうなんですけれども、なんでなんかなちゅうて本当不思議ですよね。で、ただまあ個人的にこれ思うんですけれども、これは当時鎖国していた日本において唯一ですね、実質的に海外と自由貿易をしていた薩摩ならではのエピソードなんじゃないかなと思っています。まあ幕府の目なんて何の園でしたので、密貿易で莫大な利益を上げていたのが薩摩ですので、まあ、何らかの形でですね、フランスとのつながりを得て島津成明公の手にルイ・ヴィトンのトランクが渡ったんじゃないかなというふうに考えます。それにしてもですね、このルイ・ヴィトンの件もそうですけれども、島津成明という人物は日本史上でもですね、奇跡的な人物だったとしか言えないのかなというふうに思うんですよね。産業革命を果たしていた西洋諸国のですよ、先進的な大砲ですとか軍船なんかも薩摩で作ってますし、特にすごいところは彼はですね、西洋文明を取り入れるときに他の国々と違ってですね、西洋人技師に頼り切らないというところですね。薩摩の手で、薩摩の職人の手でですね、しかも薩摩に合った形で創意工夫を重ねて新たなものを作り出したというのがすごいですよね。で、これは実はですね、今の日本のものづくりの精神、これにもつながる、引き継がれているのかもしれないなと思い方です。おそらくですよ、なのでルイ・ヴィトン、このトランクを成明は気に入ってたんですけど、自分たちでも作ろうとしてたんじゃないかなというふうにまで思ってしまいます。はい、この動画を見た方はですね、これからルイ・ヴィトンを見かけるたびに薩摩なり鹿児島の丸十、これを思い出すかもしれませんね。はい、それでは今日はそろそろここまでとします。すごく励みになりますので、よかったらチャンネル登録です。